自閉の動画解放群。よろしければワイングラスを500円でお貸ししていて、あのお待たせ方とともに、あの、自閉のドア開放軍ですね。今日外飲みですね。ワイングラスガラスですよ。これ500円で貸し出してくれるんですよね。後で返さないとダメですね。それとホットドッグ、これ酒井敦さんホットドッグ作ってたんですよね。ということでまずはワイン、甘いって言ってましたけどなんか結構さっぱりしてますね。あのドイツワインみたいなあの甘さそれないですね。じゃあホットドッグ行きましょう。美味しい。やっぱし料理する人がうまいと何でも美味しいですね。ちょっと荒々しい感じありますね。ここいろいろ食べれて美味しいですね。今度はカレー、それとワイン、これこのカレーに合うみたいですね。ワイン2杯目ですね。いいですね、この外でワイン飲むって。しかもグラス、カップじゃないですよね。あ、これロールなんですよね。結構濃厚。あ、だからカレーに合うって言ったのかな。ということでカレー行きましょう。これからカレー食べます。どうだろう、あのさっきのローヌのワインに合うのかな。あれと合うということは結構くどい系なのかな。さっぱりさっぱりなカレーとこういうワインって合うのかな。合うわ。いいですね、ここ料理になったワイン一緒に置いてあるの楽しいですね。だいたい一食ワインと料理で1000円ですね。まあいいんじゃないですかね。今日はハードシードルですね。これ昼間からハードシードル飲みますね。なんか今まで飲んだシードルが嘘っぽいみたいな、そんな感じですね。なんか本当に作ってるっていうか、本当に作ってるって何なんだって言いそうですけど、なんか手作りっぽいというか、なんだろうね。じゃあこれからクレープ、生ハムですね。クレープに生ハムって不思議ですよね。ほんとフォアグラ食べたかったんだけど、フォアグラ売り切れでしたね。私の前のお客さんで売り切れでした。悔しい。うまい。おつまみクレープって感じですね。生ハムもすごいしょっぱいし美味しい。これジャーサラダですね。ジャーサラダってなんか有名みたいですね。最近人気があるみたいだから頼んでみました。お肉3倍盛りですね。まずお肉いきます。なんかうまそうですね。これなんだろう、これ。うん、なんか思ったより味染みてないな。混ぜないといけないのかな。ジャーサラダだから染みてんのかなって思ったんですけど、そうでもないですね。でもレビューしながら食べにくいですね。ということで2個は美味しかったです。自閉の動画解放群、動画で解放とかめっちゃええやん。